ライゾーン TV。 ダメじゃなくね、ちっちゃいダメなんだよ結構。沼じゃんこれ。でここが何らしいっすよ。立ち入り禁止って書いてある。林の中でも、うん、そのだったらちょっと多分男性だったの。マジで？ちょっとよマジで俺その情報知らねえんだけど。また始まったよ。なんかもうただのおっさんだよマジで。はいどうもグレゾンです。ちょっと体調不良がね続いてましてロイの方が。今回が栃木県で有名な栗谷沢ダムってとこなんですけど、過去に女性の〇〇事件があったり、ちょっと待って、コンクリ、はい、言ってテロップどうぞって、テロップどうぞ、はい、まあ、てなわけで具合悪いロイと一緒に、まあ、ダムの方に向かってみたいと思います。一人で行ってこい。いや、一人はないから。まあ、行ったら元気戻るかもしれないし。いや、わけがわからん。釣りでも有名なとこらしいからさ。ブルーギル、ブラックバス。だから、そういう企画じゃねえじゃん。どっちみち。竿忘れたもんね。竿の問題じゃない。時間もおかしいし。もう何より一番おかしいのは季節よ。バス釣りの季節じゃねえんだって12月冬やってないんだ。やんねえから普通。あ、そうなんだ。冬バスが釣れるところはもっとあの南の方に行かないと。じゃあ釣りの情報のテロップどうぞ。やんねえからさ。あ、なかった。とにかくもう嫌だ、ということで、なんとかダム何、クリア沢ダムですね、で、はい、行ってきまーす。あ、もうこの横がそのダムっすね。ダムじゃなくね、ちっちゃいダムなんだよ結構。沼じゃんこれ。あのな、ダムを知ってる俺からしたらこれはダムとは言いません。見えっかな、ちょっといいかな。え、まあほぼ見えないんだけど、ちょっとちょっこれってそっち行けないかな、左の方。いけない、道なし、うん、あの今階段みたいなの降りてきたじゃん、うん、あれ降りないでまっすぐあっちに行ってみよう。なんでそっち行かせなかったの。そっち行けばよかったじゃん。あ、まあここはもう一回戻りにもう一回行きますから。え、なんでまた来るの。今行きたい、行きたいって何。いやもう来てんじゃん。あ、その奥に、うん、なんか見えるの分かります。あれ、はい、あそこで、うん、釣りがあったみたいです。は、ちょっと一回近づいてみて確認しますか。うん、なんだこれ。え、これ何これ、モグラじゃない、モグラめっちゃいっぱいあるんだけど。モグラだ、違うか。モグラなわけねえだろこれ。不気味じゃない、こういうの。これ踏まねえ方がいいよ。触ったり踏んだりしねえ方がいい。なんかやめた方がいいじゃん。何これ、誰、何あれ、石っぽいね。で、ここが何らしいっすよ。絶対するの、紐を上につけてできんじゃないですか。へぇ、いつの話。ね、多分 2,3 年以内の話です。うっそ、最近じゃん。結構多分、確か最近ですよ。でもダムって結構そういうの多いからな。確かに多いよね。まあでもそうだよね。だって俺よくダム釣り行くけど人が浮いてるとか結構あったし。でもじゃあそういうのに関してはそんなに。だって今何も感じない。じゃあそこの椅子に座ってもらって。それだけは絶対に嫌だ。気持ち悪いじゃん、怖いとかじゃなくて。そういうことはさせんだ。いや今の流れでなんか、ああいいよって座んのかな。ああいいよとか、ノリよく行きたくねえ。え、爆発じゃない。いや花火じゃないでしょ、あんなの銃撃。え、マジそうだよね、拳銃の音みたいなレベルだって。いやいや、そういうことをやってまた新たな曰くをつけての。一旦その中入りますか、一応。いや入ったら、撮りたい。どうぞどうぞ。またなるね、うん、関係ないかな、じゃあ別に、うん、
また始まったよ。すげえ面白いなと思って。何がなんかいろいろと。写真撮ってたよ。なんかもうただのおっさんだよマジで。年上でしょ絶対。上なわけない。ね、もう長靴の似合い方もダウンの感じも。これ上げたんですよね。いやそういう問題じゃねえよ。だからだよ。座ったら座れつつだから。どう？まあ硬いですね。表情は？表情？うん、表情どう？硬いかな。気持ち悪い。硬い。うるせえよ。こっち道、あ、ここかなもしかして。嘘。あ、これっぽいな。嘘。やだな。ちょっと一回確認してくる。え、一人はやだな。おやってんなおめえマジで。いけねえだろそれ。え、こっちじゃねえだろ。いやでも実質なんか道路も終わってんじゃんその辺で。嘘。立ち入り禁止って書いてあるの。ここは誰も通ってないの。ここは通ってないと思います。立ち入り禁止で、もうボロボロだから、多分登った危ないよってことだと思うんだけど。ああ、なるほどね。で、これ多分もう一個あるんだよね。この赤い橋。ええー。こういうところよく行かせるよね。あれ、でもロイ全然怖くないんだよ。何も聞こえないし。でも静かだよね。うん、うん、そんな会話はいい。あったよ。え、前見て。あ、あった。なんでおめえが先頭なの。気づかねえんだ。頼むよポンコツくん。あー、でもこっちはでかいな。そう、でもここも一応乗れないんだよ。乗れないっつうか乗りたくねえよね。まずは行く。行かねえ。行ってきたらは俺のセリフですよ、うん、この流れで。どう、これ何が置いてあるのそれ。そんでそこにミミズの箱じゃねえそれ。うん、懐かしいなミミズの箱。そうだったの、まあ、どこにでもこれこれ行くなこれ。ダメ埋まる。ダメだ。そう、一旦お湯でみて。行ったらもう結構今日きついよね。だけどそうかな。で戻りますか。終わり。終わりです。終わりこれで、はい、響くな。でもちょっと響いた今。うん、こっち取った。あれ今なんか、あれ今ちょっと声聞こえなかった。いや、聞こえなかったです。お前の後ろの方から違うかな。でもなんか確かなんか変な声聞こえたけど、林の中でも、うん、そのだったらちょっと多分男性だったの。マジで。ちょっとよマジで俺その情報知らねえんだけど。じゃあ聞こえちゃってんじゃん完全に。マジで今マジ普通に聞こえたよ。あっちでしょ。いや、あっちでしょうじゃねえよね。あっちはもう完全に草むらで、そこに行く気力も感情も、持ち合わせてございません。ああ。でもここっていまだに釣りとかやってる人がいるわけでしょ。いますいます、昼間とかは。ああ。ここ川だ。その長靴じゃ入れないねこの暑さもね。ダメだよ、ここまでなの。多分沈むんじゃない。靴下まで濡れるよ。ほら全然いけるし。ああ、いけたね。うん、ラメンだよ。だから一応言っとくけど、長靴だから、はい、長靴ってこういうためでしょ、だって。で、この橋はなんか曰くとかあるの。別にないです。さっきの赤い、もう一個の赤い橋もないの。ないです。じゃあ行くなよ。一番最初行ったとこだけ。そうですね、あとはそのダム周辺の話だから、林とか。そのこと気をつけろ。こんなとこまでわざわざ3時間も4時間もかけて。ええ。やっぱりおかしい。何時間もかけて行くもんじゃねえって。そんなの。ドラえもんの道具のどこでもドアが発明されてから行けって話だよ。そしたら秒で行けちゃうからね。そう、そういうことよ。北海道行っちゃうみたいな。ガチャッと開けて、あいみたいな。そういうことでしょ。こうでしょ。動き的に。開けて普通に、はい、今なんか聞こえた。え、なんか言った何も。え、なんか聞こえた気がした。マジで違うかな。わかんねえ、早く戻る。
はい、お疲れ様でした。ただ疲れた。全然怖くなかった。全然てか怖くないとかよりも、はい、だからあそこをダメってつけた人にちょっと物申したい。あれはダメじゃないと。あの農水用とかのダムって多分比較的ちっちゃいのかな。なんかまあそういうのはやっぱり山に住んでる人じゃないとわからないからね。まあ本当昼間とかはあの釣りのスポットになってるんで。でも釣れそうな雰囲気あったよ。なんかブラックバスとかブルーギルとか、うん、サメは？サメいるわけないよね。いないの。あとシジミとか取れる。シジミ？なんかそんな話。シジミってうわなんかめっちゃバカついてんだけど。おお本当だ。もう林ちょっと行ったからね。あちょっとそれ。30。おー少ないですね、うん、最後ちょっとあの橋んとこであそこでちょっと男の人の声が聞こえた感じがした。だそれも確定ではないから。あと一番最初の方のバン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 あれは全然心霊とかと関係ないですね、うん、あそこの場所とも。あれで大体30。あじゃあボルテージ35かな。35、うん、35かな。であとやっぱりその自分も釣りやってるからそういういわくついてるダムだろう沼だろう、うん、腐るほどあるわけよ。じゃあもうダム慣れしてる。ダム慣れっていうか釣り慣れしてる。集中してるわけよ釣りに。はいはい、はい、そんなんどうでもいいのよ。いわくとか、うん、ダムだったり池だったりとかは、うんうん、ロイはあんまりダメージないと思うね。ないね。具合悪いっつのが一番。もう具合の悪さでもう恐怖が薄れる。確かにね、うん、だいぶ今日具合悪いですから、うん、シンスポ日和じゃねえんだよね。日和っていうか、まあ日和な日はないけども、所沢ダム全然違いますけど、クリア沢ダム、はい、まあ近いな、なんかまあ沢だけねに行ってまいりました、はい、ということでね、まあ今回はポンコツ動画ではありますけどね。でもこんな毎回毎回さ、だから何かがあるなんていうのはないわけよ。その日の幽霊たちのコンディションもあると。で今日の俺のコンディションもあると、はいはい、だからまあ今日相まってないと。今回はね、はい、まあ、こういう感じの、動画になりましたけど、栃木編続くので、次の場所に行ってきたいなと思います。行ってきます。ハイラブホテル。ハイラブホテルです。でもこれもう部屋なのかな。もうやめろ。もうやってんだ。もうやめろ。そういうのなんかトンつって。嘘マジ聞こえなかった。お前が先に聞こえると珍しくない。部屋ですか。うわ来て来て来て撮って。うわちょっと見てきて。俺一人で平日休憩4300円高えな。いやそこじゃねえだろ。